レッスン355私が神の言葉を受け入れる時平和や喜びや私が与える奇跡のすべてには終わりがありませんそれは今日であってもいいはずです父よ あなたが約束してくださった喜びを先延ばしにすべき理由があるでしょうか。あなたはさすらいの実である我が子に与えられた約束を守ってくださいます。 私は自分の宝物を自分が待っていることを確信していますただ手を伸ばしさえすればそれを見つけられます今でさえ 私の指はそれれに触れています。宝物はすぐ近くにあります。永遠に安らかになるためにもう一瞬たりとも待つ必要はありません。 私が選択するのはあなたでありあなたを選択することで私のアイデンティティも一緒に選択しますあなたの子は本来の姿となりあなたを自分の父であり創造主であり 愛であると知るでしょう。